はい、皆さんこんにちは、ピオニチョコです。ということでね、本日はプロスペースの方やっていきたいかなと思います。ということでね、本当にね、実は非常に久しぶりの動画の撮影となるんですよね。うん、もうね、最後に上げた動画が新規かなんちゃんの勧誘ということで、ね、うん、本当にね、すんげー久しぶりの動画投稿なんで動画撮影なんで、すごい緊張というか、またこう感覚をね、戻しながらやっていけたらいいかなと思います。まあね、なんでこんなに期間が空いたかと言いますと、1月のね、後半ぐらい、中から後ぐらいの時にね、インフルエンザにかかりましてでそっから動画が撮影できずに、今に至るという感じになります。はい、なんで本当に久しぶりなんですよ。うん、その間にいろいろだったんですよね。まあね、例えばこれがね、2月9日に今撮影してるんですけど、リリースパーのね、リリースザスパイスシークレットフレグランス12日にね、リリースされるということでね、うん、楽しみですよね。ちょっとね、動画も撮れたらいいかなとは思ってるんですけれども、まあ多分キララファンタジアみたいな感じになるかなとは思います。あと何かあったかな、野球はいろいろありましたし、あとね、まあ、映画がやってからはあれだ、動画を投稿したんですけども、まあまあ、いろいろ映画の後もね、あったらしいですけども、それからね、ファンミだったらしいです。ということで今回やっていくのはこちらになります。セールスランキング1位獲得の、S ランク契約書と S ランク1チーム契約書、そしてあれですね、なんだっけあのイベントですよ、ちょっと待ってくださいね、なんだっけ、必勝アリーナだっけ、これですね、必勝アリーナの、10% と、帯のやつを引いていきたいなと思います。なんで4枚ですね。だから最高で S ランク4枚、最低でも3枚は手に入ると、まあ、3連発ですね、久しぶりの。はい、ということでね、まあ、選手枠がいっぱいだったんで、ちょっと間を空けてきたんですけれども、まあ、最近ね、最初に OB の方、10% の方を先にやっちゃってから3連発、切り込みたいかなと思います。まあね、OB4段、これ実はね、必勝アリーナ最終日の前日かな、まあ、最終日はできないんで、最終日の前日に、1800万ポイント貯めたんですよ。なんでそんな貯めたかっていうと、とりあえず引いていきましょう。演出しましょうね。引いて、なんでそんなに貯めたかと言いますと、GG が欲しかったっすよ。そう。なんで貯めたんですよ。何が出るかわかんない。何が出るかなということで、さあ、どうなる ?S じゃないかな。ありがとうございます。ちょっとこの方、金井さんだかどっちかなんですよ。うん。金井さんですね。ちょっとまだ現役はわかんないんですけど。はい、ということで、続いては、こっち、セールスランキングの方やっていきましょう。こちら、飛ばします。演出は。さあ、行きましょう。お願いします。うん。おい、煽ってんのか、お前、おい。お前、煽ってんのか、おい。あ?なんだ、お前、プロスピー。煽ってんのか、お前。なあ。どうしろっつんだよ、これ、お前。すぐシルエットかじゃねえか、お前、こんなの。おい、どうすんだ、お前、これ。なあ、さっきは主将としてチームを牽引し、CS 市場に大きく貢献、自身も通算1000本安打を達成した、今季は3割で100打点が目標だということでね。まあ、西武史上ね、西武の内野手、初めての3割30本100打点、だったんですよね。まあ、プロクトリガーが煽ってきてね。ひでえわ、すぐシークレットかじゃねえか、こんなお前。虫が嫌になったらしいです。ということでね、続いて自チーム契約書の方やっていきましょう。こちらはね、私は西武でいきます。もう西武でいきましょう。さあ、行きましょう。お願いします。誰かな。おい、ありがとうございます。えのきださん、イエイ。いや、えのきださんだよ。っしゃ、もうえのきださんね、もう今年ね、阪神から来てくれて、もう岡陽とのトレードで来てくれてね、もうすごい活躍だった。もう2桁ね。もう来年もね、ぜひとも西武に尽くしてほしい。うん、阪神からトレードで新加入、さっきは1軍で少ないイニングながらも 1.42 の好成績を残した、左の先発として期待がかかるってことでね、非常に榎田さんはね、フィールティングも良くて、なんだっけ、確かシュートを覚えたんでしたっけ、シュートを覚えたことによって投球の幅が広かったみたいなのをどっかで読んだ気はします。なんでね、ぜひとも榎田さんも来年頑張ってほしいんですけれども、同じね、セリーグから来た左腕の内海さん、こちらもね、ちょっと頑張ってほしい感じはあります。はい、ということでこんな感じでした。榎田さんめっちゃ嬉しいです。はい、続いて OB の方行きましょう。こちらね、本当にもう GG が欲しいです。まあ、メンバーも覚えてないんですけど、とりあえず GG が欲しいですね。あとなんだっけ、タムさんがいたよね、確かに。あと、岩村さんも欲しい。さあ、行きましょう。お願いします。さあ、誰だ。
はい、おーっと、素晴らしい先輩。いや、素晴らしい、ありがとうございます。いや、やったやった、素晴らしい先輩だ、うん。よし、素晴らしい先輩ですよ、素晴らしい先輩、うん、いいっすね、素晴らしい先輩だよ、本当に。もう立浪さんには本当にいつもお世話になってる、めっちゃ守備うまいやん。はい、立浪さん素晴らしいですね。立浪和義先輩ですよ。主に4番5番を任され、打率3割2厘、自己最多タイとなる16本リーダー、92打点をマーク、期待に応えて働きを見せたということでね。いや、素晴らしい先輩ですから嬉しいね。もう3番ね、まあ今ね、周平が背負ってますけれども、後継者ではその間にね、吉川大輝さんがいますからね、ここ3番がね、こう徐々に受け継がれてって、今周平ですけどもね、ぜひともね、龍の目に入れてほしいですね。うん、去年良かったからね、去年2桁打ったんで、すごい期待します、今年頑張れ。はい、ということで今回はこんな感じで終わるかなと思います。うん、久しぶりのね、動画投稿、動画撮影だったんで、少しね、手短には終わらなかったんですけど、まあこれでもいいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローなどは概要欄の方からぜひぜひよろしくお願いします。ということで、バイバイ。この後当落動画を撮ります、多分。やったぜ。